ダバオ。ダバオ市、セブ、あの語、は、フィリピン南部ミンダノ島ダバオ地方のダバオデルする、州にある、メトロマニラ、メトロセブ、セブ市とその周囲に次ぐフィリピン第3位の都市である。面積2400キロメートル、2010年現在、の人口は約145万人。国際空港と港を持ち、フィリピン南部の政治、経済、文化の中心地で出る。実際のところ、 ダバオ市は州から独立をしているが、ダバオデルする州の一部として見られることもある。また、ダバオ地方の中心都市としても位置づけられている。2 4 0 0トルもの広さを誇るダバオ市は、世界最大の行政面積を持つ都市の一つともされる。人口は145万人だが、昼間人口は約2 0 0万人である。スペイン人による征服は19世紀と遅く、それまでは、 先住民やイスラム教徒が集落を開いて暮らしていた。この都市が発展したきっかけは、20世紀初頭の日本人によるアバガ、マニラアサ栽培の農経営であり、当時は2万人の日本人が住む東南アジア最大の日本人街もあった。現在でも多くの日系人が住み、定年を迎えた日本人の移住先としても注目されている。現在は、 木材の積み出し港であるほか、郊外にはドール社による広大なバナナプランテーションが広がり、その加工や輸出でも有名である。近年はアメリカ企業によるコールセンター業務などのアウトソーシング先として開発されており、巨額の収益が期待されている。ダバオ市はミンダの島に南から切れ込んだダバオ湾に面した港湾都市である。 町の東にある海岸の対岸には、サマール島、フィリピン中部ビサヤ諸島のサマール島との区別のため、アイランドガーデンシティオブサマールという正式名称があるが浮かび、町の西には雄大な火山アポー山がそびえている。ダバオ市の行政面積は2 4 4 3 6 1トルもあり、都市としては世界最大級の広さである。地域は3区に分かれ、バランガイ、 集落は184を数える。地域の面積の50%は植林地や熱帯雨林である。農業用地は43%で、ダバオの基幹産業が今でも農業だということを示している。国内外に販売するバナナ、パイナップル、コーヒー、ココナッツを栽培する巨大プランテーションが農地のほとんどを占めている。現況では住居、施設、商業、 工業用地としての部分は、市の10%である。土地利用計画では、開発可能な区域を、地域の15%、農業用地を、最大67.19%とし、残る17.68%を森林保存のために、残しておくことになっている。ダバオ市は、太平洋から山脈で守られており、台風が発生する海域より南側に位置するため、 台風被害が少ない。天候は特に雪や寒気がなく、降雨量、気温、湿度、気圧なども一年を通し変化が少ない。こうした天気の予測のしやすさは、農業生産にとって大きな利点になっている。気温は20度から32度の間で、年平均降水量は2000ミリメートルである。地方視野によれば、ダバオの語源は、ミンダナオ南部周辺に住む。 先住民バゴボウ人の三つの氏族がダバオワに注ぐダバオ川を指すのに使った言葉が混ざり合ったものという。市の荒廃地の丘陵地帯に住む先住民オボ族、ウボ族はこの川をダボウと呼んだ。ダボウとは高い丘の向こうを指し、ダバオ川川口の高いうねった丘に囲まれている町を損んでいた。丘の海の中間に住むクラタ族、ギアンガ族はこの川をドゥホウ、または ダバウと呼んでいたが、森から取れるものを塩や日用品と物々交換する川沿いの交易ののことも指していた。最も低地に住むタガバア族はこの川をダブと呼んだ。スペイン人は16世紀にセブやマニラなどフィリピンの大部分を征服したが、その影響がミンダナオ島の南側やダバウに及んだのは非常に遅く19世紀になってからである。1847年。 ドンホセウヤングレンに率いられた探検隊が現在のボルトン川沿いにあったマングローブの沼地にキリスト教徒の入植地を設立した。その頃、ダバオ周辺はモロ人、ムスリムであるマレー系人の主張、ダトゥ、ダトゥバゴが支配しており、彼の町はダバオ川の川岸にあった。当時はバゴボ人はダバオ川をタグロック川タグロックリバーとも呼んでいた。両者は 戦闘になったが、ウヤングレンガだと番号を破った。彼は、スペインの故郷を記念して、この地域をヌエバニ・ポスコアと解消し、最初の統治者になったが、この地の開発にかけた彼の努力は実を結ばず、密林は豊かな農地にはならなかった。1900年、フィリピンを事実上支配下に置いたアメリカ軍がこの地に上陸して、統治を開始すると、 個人農園の開拓が進み輸送、通信手段が改善され、この地方の経済的発展の端緒が開かれた。兵庫県出身で、マニラで雑貨商を営んでいた日本人実業家、大田京三郎、1876から1917はこの地に目をつけ、1903年、広大な土地を開発する許可を受けて、アバカ、 マニラ朝とココナッツのプランテションを作り上げた。当時日本や沖縄から多くの労働者がマニラとバギオを結ぶ高原道路、ベンゲット道路の過酷な工事に従事していた。ベンゲット道路は1898年からフィリピンを支配し、マニラに総督風を置いた米国が夏の間の行政機能をバギオに移すために1901年に着工し、難工事の末、 1905年に完成させた全長約4 1トルの道路である。オーター工事で疲労困敗した彼らをダバオに誘い、外国人経営の農園で働かせた。マニラーサは船舶用のロープの原料として飛ぶように売れ、フィリピン法にのっとって会社を設立すれば、外国人でも土地を所有できることを知ったオーターは、ベンゲット道路で労働していた沖縄県人のリーダー。 大城構造らと共に農園と工場を合わせた大田工業株式会社を1907、明治40年5月に設立。これが日本人による最初のダバオでの会社だった。1914年には伊藤商店、現伊藤中と丸紅の援助を受けた古川拓殖株式会社が設立され、大田工業と共にダバオにおける二大アバカ朝会社となった。 1918年には日本人経営の会社は60社に上り、日本人の経済進出が目立つようになると、フィリピン国内でこれを警戒する配日世論が高まり、1919年、6割以上の株式をフィリピン人か米国人が保有しない限り土地を払い下げないという日本人に不利な新土地法が制定され、日本人殺傷事件も頻発した。 1910年代、日本人移民、特に大城構造の呼び寄せによる沖縄県からの移民が増加し、第一次世界大戦利期でロープも大いに売れたこともあり1916年には1万人の日本人が住むに至った。大戦後不況で多くの日本人がダバオを離れたが、沖縄県出身者は留まり、1938年にはダバオに1万8000人住んでいた。 日本人の内沖縄県出身者が7割を占めた。大田は激増する農園需要と日本人移民の居住地を満たそうと場後々、人の主張をインタルから土地を獲得し、この場所に多くの人が留まるように、民、タルと名付けた。民タルは日本人町になり、日本人学校、日本語新聞、日本領事館、病院、商店、売春宿、仏教寺院、キリスト教会、 神社などが作られた。周囲には日本の商社の支援を受けた大手農園、工場や一から作った中小農園など多くの農園会社が林立し、ダバオ湾岸には日本人経営のアバカのプランテーションが広がった。また、コプラ、材木、漁業基地、雑貨の輸出入なども日本人によって手がけられた。一方、バゴボ人の頭越しに、 アメリカ人官僚から土地を獲得する者が増えて、現地人と日本人の関係が悪化し、第一次大戦景気の間の朝農園拡張期には100人以上の日本人が殺された。またアメリカ植民地政府は、日本人社会の膨張と日本の南方拡大の欲望が結びつくのを警戒し、ダバを日本人社会を満州国、マンチュクオに習って、ジャパンクオ、ダバオクオと呼んでいた。こうした、 緊張関係もあったが、ダバオの朝製造をはじめとした農業、商工業は発展を遂げ、ダバオ経済の半分以上は日本人が支えるようになった。フィリピン人は進んだ幸い技術を日本人経営の農園で身につけ、これがダバオの産業の基礎が農業になることにつながっている。ダバオは1937年3月16日に正式に主となった。 しかし数年後、太平洋戦争の開戦で、日本人社会はアメリカ領フィリピンの中で厳しい目にさらされ、日本人はフィリピン人やアメリカ人たちによ強制収容された。ミンダナオ島に日本軍が上陸し、日本の軍政が始まると、日本人移民は解放され、逆に多くのフィリピン人が殺された。街の日本化が進む一方、アメリカによる フィリピンコモンウェルス政府を通じた間接支配で事実上自治を手にしていたフィリピン人は日本人や日本軍に対して敵外心を抱き1944年にフィリピン学会を開始したアメリカ軍を熱狂的に迎えゲリラ活動に参加した。民ンダナとうの戦いでダバオ氏とりわけ日本人外、ミンタルは最激戦地となった。日本軍と民間人は 山岳部に退却したが、戦闘やゲリラ襲撃、病気や飢餓で山中を奉公していた、兵士、民間人数万人が死亡した。以後、生き残った、日本人移民は、抗日運動を恐れ日本人である証拠し、戦後相当の年月が経つまで、フィリピン人としてひっそりと暮らすことになる。2006年6月6日付、マニラ新聞の記事によると、2005年10月現在、 マニラ総領事館ダバオ駐在官事務所、管轄法人数は3ヶ月以上の、長期滞在人数は165人、永住者は120人となっている。ダバオの永住者の比率は42.1%となり、マニラの15.4%、セブの23.2%に比べ、永住志向が高い。1949年8月1日ポツダム政令。 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の処理に関する政令、在外会社令により、大田工業をはじめ四十数社あった、日本の在外会社は、財産放棄、すべて喪失した。古川拓職や大田工業の工地や施設は、フィリピン国立朝会社、ナフコが引き継いだが、ほどなくして荒廃した。戦後のダバオ周辺は一転して、ドル、 チキートなどアメリカの大規模農業会社による荷重のプランテーションが広まった。ダバオはマニラに次ぐ大都市として繁栄し、特に人口過剰なフィリピン北部や中部の農民を受け入れ拡大した。しかし1970年代以降、ムスリムの分離独立を訴える、モロイスラム解放戦線や、大地主やプランテーションの打倒を目指す人民軍による内戦が、ミンダナオ島山岳部で起こり、 ダバオは比較的平穏ながらもその影響を受け、また1980年代には農産物の市場価格の下落がダバオ経済をゆすぶり犯罪や貧困が増加し、1990年代ミルフや NPA は相当され勢力を弱め、2000年代にイリダバオは落ち着きを取り戻し、ダバオ市は農業に加え情報産業も進行させようとしている。一方、 より過激で国際的なネットワークを持つアブサヤフやジェマイスラミアがダバオから離れたミンダナオ島西部に現れこれまでテロとは無縁だったダバオでも2003年3月から4月に国際港級ターミナル及び港湾部の客船不当で連続爆弾テロが起こり合わせて38人が死亡200人が負傷したミルフが関与を疑われているが彼らは関与を否定している 1988年、ダバオ市の検察官を務めていたロドリゴ・ドゥテルテが、ダバオ市長に就任し、青少年の夜間外出禁止や街頭でのアルコール飲料飲酒禁止など、軽犯罪を取り締まる条例をやつぎばやに通過させ、警察の権限を強め、監視カメラを増やし、自ら大型バイクに乗って、重武装の車列を引いて、パトロールをしてみせるなど、犯罪防止に力を入れた。 ドゥテルテは1988年から1998年までの3期、2001年から2010年までの3期、2013年から2016年までの1期と長期にわたってダバオ市長を務め、2016年にフィリピンの大統領に就任した。ドゥテルテの失聖下では、フィリピン国内でも最悪の部類だったダバオ市の治安は、劇的な回復をして経済は活況を停止、 人口は1999年の112万人から2008年の144万人へと大きく増加した。ダバオ市観光局はタクシーのぼったくりや乗車拒否、犯罪発生率を劇的に軽減させることに成功したダバオ市を東南アジアで最も平和な都市と称している。しかし一方で、ドゥテルテの容認の下でダバオデス,スクワット、ダバオ、市の部隊と呼ばれる組織が 犯罪者を情報機的措置によって殺害してきたとされ、人権団体やアムネスティ・インターナショナルが批判している。ダバオの産業は農業関連産業及び工業が中心であるが、ダバオに多く集中する各種大学や恵まれた通信インフラ、電力インフラなどを活かして情報技術産業の中心になろうという構想もある。2006年10月には、 情報通信技術の振興を目指す ICT ダバオ、リンクが設立され、ダバオ市及びダバオ湾岸の州にこれらの産業を集積させようというシリコンガルフ構想が打ち出されている。ダモサ地区にはダモサ IT パークという IT 産業団地が建設される。ダバオ市はフィリピン国内外の多くの都市から航空機、船舶、バスなどがアクセスしている。航空便では マニラからダバオ国際空港まで1時間40分、セブからはわずか30分であるほか、サンボアンがいろいろなどへ、国内便が多く運航している。国際線はシンガポールへは毎日、香港やインドネシアのマナドへの便もある。ミンダナオ島北部の中心地カガヤンデオーロとは、幹線道路がつながっている。ダバオ国際空港は1998年に拡張、近代化が行われたほか、 市内の道路、橋、港の整備も著しい。フィリピン中部ビサヤ諸島で使われるセブアノ語が最も広く使われる言語である。フィリピン語、タガログ語もこれに次いで通用する。英語は学校での授業の際に使用され、多くの人が聞き取りや会話ができ、特にビジネスシーンではよく使われている。主要な宗教はローマカトリック。 83.83% 83で、その他のキリスト教が15%、残る1.17%がそれ以外の宗教、イスラム教、仏教などである。フィリピン政府は、無償で、初等教育、小学校、中等教育、ハイスクールを提供している。フィリピンの識字率は93.9%だが、ラバオは98.05%とより高い。 ダバオ市は、ミンダネ島の教育の中心である。374の小学校、65の中等学校、35の短科大学や総合大学があり、多くの修士や博士を供給し、フィリピンが世界有数の数の MBA 修了者を出すのに貢献でいる。繁華街、行政、商業の中心地は、ダバオ川の北に集中する。 東西に走るサンペドロ通りと南北に走るレクト、アベニューの二つがメインストリートであり、周囲にホテルや市場、ショッピングセンターが広がる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。